マルクス主義のアントニオ・グラム氏は、ヘゲモニーの概念を発展させて労働者、階級知識人の確立を提唱した。文化ヘゲモニーとは、社会の文化を操る支配階級によって、多様な文化の社会が支配されることを指す、マルクス主義哲学の用語。支配階級が押し付けた、心情、解釈、認識、価値観などの世界観が、 文化的規範として受け入れられるようになることを言う。普遍的に権力を持つ支配のイデオロギーは、社会や政治や経済の現状を自然かつ不可避かつ永続的なものとして、支配階級だけに利益をもたらす、人為的社会構造ではなくすべての社会階級にとって有益なものだと正当化している。この支配的な資本主義階級が、その支配権を、 どのように確立して維持するのかというマルクス主義の分析はイタリアの哲学者で政治家のアントニオ・グラム氏によって最初に生み出された。哲学と社会学における文化ヘゲモニーという用語は統率と支配を表す古代ギリシャ語ヘゲモニアから派生した故障及び眼位である。政治学におけるヘゲモニーとは間接的影響の要素を伴う地政学的な 帝国支配を意味し、派遣国家は単に軍事侵略、占領、併合といった直接的支配だけでなく、内政干渉や暗黙の権力手段による脅迫を通じて、従属国家を支配している。1848年に、カール・マルクスは、資本主義経済の景気低迷と実際の矛盾が、労働者階級に、 プロレタリア革命を放棄させ、資本主義が失墜し、社会主義の合理的なモデルに従う、社会制度が再構築され、それゆえ、共産主義社会への移行が始まると提唱した。したがって、社会の経済機能に対する弁償法の変化が、その社会的上部構造を決定する。これを受けて、アントニオ・グラム氏は、地位争いと、 権力行使の争いとの戦略的区別を提唱した。地位争いとは、反資本主義の革命家が、ブルジョアジーの文化ヘゲモニーに対抗する、プロレタリア文化を創作する知的かつ文化的な闘争である。プロレタリア文化は、階級意識を高め、革命的理論と歴史的分析を教え、そのため、社会階級の中で、革命的組織がますます広まる。 地位争いに勝つと、社会主義指導者は、革命的社会主義の政治的起動戦を開始するのに、必要な政治的権力と人気の支持基盤を持つことになる。当初、文化的支配の理論的応用は、経済階級のマルクス主義分析としてであり、それをアントニオ・グラム氏が、社会階級を理解するために編み出した。このため、 支配階級に押し付けられた社会の一般的な文化的規範は自然で不可避なものだと認識されるべきではなく社会階級支配の道具として彼らの哲学的ルーツを発見するために調査する必要がある人工的な社会構造として認識されなければならないものとして文化ヘゲモニーが提唱されたそのような知識の実践がプロレタリアートの知的 政治的解放に必要不可欠であり、そこで労働者や農民などの町民や国民が独自の労働者階級文化を創造できるようになり、社会階級として社会的、経済的ニーズに具体的に対処していく。社会において文化ヘゲモニーは一枚岩の知的実践でも統一した価値体系でもなく階層化された社会構造の複合体であり、内部の 各社会的、経済的階級には、ある社会目的及び、内部の階級論理がある。このことが、社会の構成要素として、他の社会階級にいる人たちと共存しつつ、彼らとは大きく異なる方法で行動することを、可能にしている。彼らの社会目的が違う結果として、複数の階級がより大きな社会的使命を持つ、社会へとまとまることが可能となる。 人がブルジョアによる文化ヘゲモニーの社会構造を認識するとき個人的な常識は各個人が日常生活に対処するために常識を適用するという二重構造の役割をこなす。それは各々が社会の現状たる物事のあり方として経験する社会秩序層の小さな部分を自分たちに説明するものである。 個人的常識の知覚限界の出現が文化ヘゲモニーによって可能になった体系的な社会経済的搾取のより大きな性質に対する個人の認識を抑制する。ブルジョア文化による社会経済的ヒエラルキーの現状認識における不一致が原因で大部分の人たちは遠く離れた懸念よりも自分に直近の個人的関心事に興味があり、 社会経済的抑圧の根本的原因や、その不満、社会的、個人的、政治的な問題について、考えたり疑問を持つことはない。文化ヘゲモニーの影響は、個人レベルで近く可能である。社会にいる各人が、自分の社会階級で有意義な生活を送っており、彼らからすると、個別の社会階級は、各個人の私生活にほとんど共通点がないように、 思えるかもしれない。それでも、社会全体として認識した場合、各人の生活がより大きな社会ヘゲモニーの一因となる。社会の多様性、経済の多様性、政治的自由は存在しているように見えるが、大部分の人々が異なる生活環境を目にするので、彼らは自分が目撃する人生が社会として合体した時に生み出されるより、 大きなヘゲモニーの様相を知覚することができない。文化ヘゲモニーは文化を生きる人々によって常に完全認識されるとは限らず少数派で違う環境の存在によって明らかとなり維持される。文化ヘゲモニーを知覚してそれと戦う際、労働社会級と農民は知識人の社会によって生み出された知識人を頼りにする。そこでアントニオ・グラム氏は ブルジョア階級の知識人と労働者階級の知識人を強要された基範的文化の支持者と反対者とに区別し自身の極中ノートに記した。1968年ドイツ学生運動の指導者ルディドゥチュケは西ドイツのブルジョア社会を変えるには文化ヘゲモニーを特定して戦うために社会制度を貫く調整が必要だと述べた。文化ヘゲモニーは ユーロコミニズム、社会科学、社会的にリベラルで、革新主義な政治家の積極行動主義に、哲学的な影響を与えた。文化ヘゲモニーの分析的な言説は、人類学、政治学、社会学、文化研究における、リサーチシンセシスに重要である。教育において、文化ヘゲモニーは、政治的で、社会的な不満の根本原因を特定して、 解決させることが可能な批判的教育学を発展させた。1967年、ドイツ学生運動の指導者、ルディドゥチュケは、政治的地位争いを決着するために、アントニオ・グラム氏のヘゲモニー哲学を、制度を貫く調整とのフレーズで再構築した。これは、中国共産党の公軍による1934から35年の調整をヒントにしたもので、 それによって労働者階級はブルジョアジーによって押し付けられたものに代わる独自に育った知識階級及び文化を生み出すはずだとした。構造主義哲学者のルイ・アルチュセールは国家のイデオロギー装置という理論を提唱し国家の様々な気候同士の複雑な関係構造がそのイデオロギーによって社会の人たちに伝わり拡散されると説明した。アルチュセールは 文化ヘゲモニーに存在する派遣の概念を持ち出しているが歴史主義を否定している。彼は国家のイデオロギー装置が社会階級間のイデオロギー的対立の場所だと主張している。すなわち軍や警察といった国家の抑圧装置とは対照的にイサは数多く存在する。権力内の支配階級は RSA を容易に制御できるがイサは 階級闘争の場であり、利害目的の場でもある。さらに、磯は一枚岩の社会実態ではなく、継続する階級闘争の公的かつ私的な場として、社会の至るところに散らばっている。1968年のオンザリープロダクション・オブ・キャピタリズムで、アルチュ・セールは国家のイデオロギー装置が古き生産様式の、イデオロギーの複雑な要素からなる社会が過剰に、 固まった地域であり、従って社会における継続的な政治活動の場であると述べた。具体的には以下のものを言う。アルチュセールは人民の意思によって選出された大議員が代表する国家の議会構造が国家のイデオロギー装置であると述べた。政治体系自体がイデオロギー装置であるというのは、それが 特定の現実に対応する体系の構成部分である虚構を含むためであり、その機能原則も同じく有権者個々の自由と平等というイデオロギーに基づくほか、大議員も人民を構成する各個人による自由な選択に基づくためである。ありがとうございます。